はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回扱っていくのは数件一級のこの問題、 x14 乗プラス x7 乗プラス1を係数が実数の範囲で因数分解しなさいと。まあ一見ね、超シンプルな因数分解の問題と思いきや、これですね、伝説の問題として語り継がれてるんですね。どう伝説かというと、この問題ですね、実は数件の公式解答を最初間違ってたんですよ。このシンプルな問題で数件の公式解答が間違ってる。でもそれはですね、最後まで見てもらえればわかるんですけど、解答まさかの結末を迎えるんですね。こんな、これが答えなのかみたいなね、まあそんな感じなんですよ。ということで、まあいろんな方向行って、因数分解こんなことしなきゃいけないのみたいな感じでね、思う方いると思うんですけど、まあそれもね、楽しんでもらえたらいいかなと思います。じゃあ早速 x14 乗プラス x7 乗プラス1、まあこれをね、因数分解していきたいんですよね。まあ一般的ね、因数分解で考えてほしいのは、まず公式ですよね。公式。まあ3乗引く3乗とか。で、そういうのないな。じゃあ次、何考えるかというと、因数定理ですね。因数定理。今回で言うと、まあ最高時の係数が1。で、最低時の、まあ定数項の係数が1。ということで、1かマイナス1を入れてあげて、0になれば、その x プラスマイナス1でくくれると。で、今回ね、どっちも無理ですね。1入れたら1たす1たす1で3。マイナス1入れたら1引く1たす1で1と。まあ、どっちにしろダメ。ということで、公式からの因数定理。これ全部ね、通用しないんですよ。どうやら普通の因数分解じゃなさそうだぞっていう風になるんですね。で、こっからどうしていけばいいのか。まあ、考え方としては、まあ、塊として見たいですね。なんか x7乗を塊としておくと、ラージ x2 乗プラスラージ x プラス1になるしなっていうこと。ただこれはね、因数分解できないですね。ラージ x2 乗プラスラージ x プラス1は因数分解できない。まあここでね、考え方として無理やりね、これイコール0っていうのを使って因数分解することできるんですけど、今回ね、あえてその手法は取りません。今回考えるのは x2 乗プラス x プラス1っていう形を見て、あれ？これってラージ x マイナス1をかければラージ x 3乗マイナス1になるなと。これを使っていこうと。つまり、まあこれね、ラージ x っていうのを塊として見たわけだけど、これ元の形で考えてあげると x7 乗マイナス1ね、このラージ x マイナス1ねをかけることによって x14 乗プラス x7 乗プラス1をかけると x21 乗マイナス1になるよねっていうことがわかる。そうするとこいつを因数分解するために x21 乗マイナス1と x7 乗マイナス1、この因数分解を考えることによって消去法的にここの因数分解ができるんだと。ここまでね、持っていくわけですね。よろしいですかね。じゃあそっから先どうするのか、 x21 乗マイナス1の因数分解どうするのっていう話なんですけど、ここからね、ちょっとね、面白い話。まず順番に x2 乗マイナス1イコール0っていうものを考えてみましょう。そうすると、まあ、これね、x2 乗イコール1は x イコールプラスマイナス1ですよね。x イコールプラスマイナス1。ということで、x2 乗マイナス1っていうのは、x プラス1と x マイナス1でくくれるんですよ。同様に、x3 乗マイナス1イコール0っていうのは、x3 乗イコール1。まあ、要は1の3乗根っていうのは3つあるんですね。x イコール1だけじゃなくて、まあ、計算は省略しますけど、2分のマイナス1、プラスマイナスルート3倍。この2つがあると。まあ、これ、オメガとオメガ2乗ってやつですね。片方をオメガとして置いてあげると、もう片方はオメガの2乗っていうふうに置ける。みたいなのありましたね。まあ、こんな感じで因数分解できる。x4 乗マイナス1イコール0。これも、x2 乗マイナス1と x2 乗プラス1っていうのに因数分解することによって、まあ、1、プラスマイナス1と、プラスマイナス i。が交代になるわけだから、x4 乗マイナス1っていうのは、x プラス1、x マイナス1と、x プラス i、x マイナス i と、こういうふうに因数分解できるわけですね。まあ、こんな感じで、複素数の範囲ね。こういうルート、まあ、i とかね。こういう範囲に広げてあげることによって、2乗したら1になる数っていうものは2つ、3乗したら1になる数っていうのは3つ、4乗したら1になる数っていうのは4つ出てくるわけですよ。ね。ということで、このね、21乗したら1になる数っていうものは21個出てきて、それらを例えば1、まあ1は絶対1つですね。1とオメガ1、オメガ2、点点点、で、オメガ21まで考えてあげたときに、これは x-1、x-オメガ1、x-オメガ2、点点点、x-オメガ21と、
こういう風に因数分解できるなってことがわかりますよね。じゃあこのオメガ1からオメガ21ってどういう値なんだっていう話で、その時に考えてほしいのが、まあこのね、2乗したら1とか3乗したら1とか4乗したら1とか、こういうものね、こういうものから考えていって、じゃあ21乗の時どうなるのっていうことを考えていきましょう。これですね、考えてほしいのが複素数平面ってやつなんですね。なんか因数分解やってると思ったら急に複素数平面の話出てきてないやっていう感じだと思うんですけど、まあ複素数平面っていうのは、まあ平面なんですよ。XY 平面ってありますよね。XY 平面。で、2、3の点は、まあここかなみたいな。ありますよね。X 座標が2。で、Y 座標が3。で、2、3。みたいな感じ。こんな感じで、平面と、まあ2、3っていうのが対応してるんですけど、複素数平面が対応してるのは、複素数と点なんですよ。すなわち、例えばね、まあこの2、3の点っていうものは、どういう複素数と対応してるかというと、ここね、X 軸の方が、これ実軸ね。実部の部分。で、この Y 軸の部分に対応しているのが虚軸。虚分の部分に対応しているわけね。すなわち、ここは2プラス 3i に対応させましょうと。まあ一般的に A プラス BI っていう複素数と AB の点っていうものを対応させるっていうのが、まあ複素数平面。なぜこういう複素数平面を考えるかというと、この複素数平面をね、考えることによって、いろんなね、面白いことがわかるんですよね。例えば、まあ、今回のね、話で必要な内容っていうのは、複素数の掛け算なんですね。複素数の掛け算。まあ、特に、この単位円上に載ってる複素数の掛け算っていうものを考えていきます。まあ、すなわち、ここの部分をシータだとすると、この X 座標コサインシータ、Y 座標サインシータですよね。そうすると、ここの点に対応する複素数っていうのは、コサインシータプラス I サインシータというふうになりますよね。X 座標がコサインシータ。で、Y 座標がサインシータ。だから、コサインシータプラス I サインシータっていうものは対応しますよと。じゃあ、今ね、これに、この複素数に、じゃあ同じく、ここのファイね。ファイっていう角度を考えてあげたときに、当然、ここの点はコサインファイプラス I サインファイっていう複素数が対応するわけだけど、この二つの複素数かけてあげましょう。かけるとどうなるかっていうと、コサインシータプラス I サインシータかけるコサインファイプラス I サインファイ。ね。これをかけてあげることによって、実部の部分っていうのはコサインシータコサインファイと、サインシータサインファイと I の2乗だからマイナスだよね。だからコサインシータコサインファイマイナスサインシータサインファイで、結局コサインシータプラスファイと。ね、コサインの加法定理が出てきますよね。同様に、虚数を含む部分っていうのは、サインシータコサインファイとコサインシータサインファイ。すなわち、サインの加法定理が出てくるので、i カッコサインシータプラスファイと。まあ、こういうふうになる。まあ、要するに、これとこれをかけたときどうなるかっていうと、シータプラスファイ、シータプラスファイね。x 座標がシータプラスファイのコサイン。y 座標がシータプラスファイのサイン。ということは、この円上の、ここね。まあ、ここのシータプラスファイ。の角に対応する、この単位円上の点に移るということがわかるわけなんですね。よろしいですかね。複素数平面を考えるとき、この複素数同士の掛け算っていうのは回転に対応するんですよ。ね。こういう面白い性質がある。これを使ってあげると、どういうことがわかるかというと、今、ここね、シータだとしましょう。シータね。シータ。これコサインシータプラス I サインシータ。に対応する角ですね。これを2回かけてあげましょう。コサインシータプラス I サインシータの2乗。これってどういうことかというと、コサインシータプラス I サインシータにコサインシータプラス I サインシータをかけるわけだから、結局、まあ、シータ2個分進んだ、まあ、2シータでね。2シータの部分に対応する角になるよね。ここの点。まあ、これは結局、コサイン2シータプラス I サイン2シータっていう風になるので、これ計算すると、コサイン2シータプラス I サイン2シータ。じゃあ、同様に、これ、まあ、同じやつの3乗を考えてあげるとどうなるかというと、3回かけるわけだから、まあ、2シータ進んだやつに、さらにシータ進めればいいね。こんな感じで3乗したら、さらにシータ進んだところ。まあ、ここはコサイン3シータプラス、アイサインシータ。以下同様に進めていくと、こういう公式が得られる。コサインシータプラス、アイサインシータっていうものを N 乗すると、まあ、結局ね、N 回シータだけ回転していけばいいわけだから、N シータ分だけ、このね、角度が進めばいいわけね。
よって、コサイン n シータプラス、アイサイン n シータと。まあ、こういう式が導けるんですね。これ、ドーモアブルの定理ってやつ。はぁ、なんかこんなのあるんだなって感じですね。まあ、数算やってる方はね、あこれねっていう感じで馴染みあるかなというふうに思うんですけど、まあ、こういうドーモアブルの定理がある。これを使うとね、すごく面白いんですよ。ね、面白いことがわかる。さっきのね、2乗したら1となる数っていうのはプラスマイナス1。3乗したら1ってなる数が1と2分のマイナス1、プラスマイナスルート 3i。4乗したら1になる数がプラスマイナス1とプラスマイナス i。これね、図形で考えてもう一目瞭然なんですね。一目瞭然。まずシンプルにね、2乗したら1になる数っていうのはどういうことかというと、複素数で考えてあげましょう。複素数平面。まあ、この単位円上で2乗する。要は、まあ、どっかね、角度があったときに、2乗したらシータの部分が2シータになるわけですね。2シータ。こんな感じで2シータ進むことになる。で、2シータ進んだ結果、どこにいればいいかというと、1になればいいよね。1。1ってことはここだよね。とすると、2乗して1になる部分って、どことどこがあるかというと、ここと、ここだよね。すなわち、0度進むの。そこを2回ね、2乗してあげると、0×2 で結局0度進むわけだから1にとどまったまま。一方こっちの方っていうのは180度でしょ。180度。180度進みましたと。じゃあこの180度、これを2乗した時にどこに来るのって言ったら180度2回分進むわけだから結局1に戻ってくるよね。だから x2 乗イコール1となるところは1とマイナス1っていうふうに視覚的にわかる。同様に3乗して1っていうのはどこかというと、まあ当然一つはここでね。まあこれね、1を3乗したら1になるっていうのは当たり前。まあこれ図形的に考えると、0度進んだのを3乗すると、まずね、0×3 の0度進むわけだから結局1のままと。じゃあ、残り2つのところってどこって考えたときに、一つはここだよね。ここが120度となるところ。まあすなわち、ここが2分のマイナス1プラスルート 3i に対応するわけなんですけど、ね、x 座標がマイナス2分の1で、y 座標が2分のルート3。ここの部分っていうのは、ね、1回かけると120度ね、進むわけでしょ。ってことは3乗されると3回分回転するわけだから360度。一周して1に戻ってくるよね、と。同様に、ここの部分。2分のマイナス1、マイナスルート 3i の部分も、ね、一周して、まあ、240度進んで、2回かけるとここに来て、3回進むとまた戻ってくると。1のところに戻ってくるよね、と。こういう正三角形上にある3点。これが1の3乗根の複素数に対応するということがわかるわけ。まあ同様に4乗はって言われたら、1の部分は同じね。まあサクッと書くと、こんな感じね。1の部分は当然で、こっから始まって正方形だね。これ上にあるものっていうものは、4回かけると、まあ4乗すると、元の部分に戻ってくるよってことが分かるわけですね。それぞれ 1i、マイナス 1、マイナス i に対応する。こういう感じで、結局ね、まあその、最初の目的、これに戻ると、これって x7 乗マイナス1をかけることによって、x2 乗マイナス1っていうのを出したわけじゃないですか。で、今必要なのは、x21 乗マイナス1の因数分解、すなわち1の21乗根でね。21乗して1になる数。これって、図形的に考えると、もう一発なわけですよ。どういうことかというと、ね、この1、ね。1が一つの解になるのは当たり前ですね。1の21乗は1だから。でもそれだけじゃなくて、ここから出発した、このね、円上の正21角形。ね、正21角形ね、バーって書いちゃいましょう。今ね、21個点を打ったわけなんですけど、これね、正21角形になってるわけね。ここの形が。これの、それぞれの点ね。これらのそれぞれ1個1個の点に対応する複素数が、1の21乗根だっていうことがわかるわけね。これによって、このね、それぞれの複素数を1、オメガ1、オメガ2、オメガ3、オメガ4、点点点と、オメガ21まで、ね、20か。オメガ20まで振ってあげると、x21 乗マイナス1っていうのは、x-1 かける、x-オメガ1かける、点点点、x- オメガ20と。まあ、こういう風に因数分解できるわけですね。ただですね、まあ、今回ね、当然これは答えじゃないですね。っていうのも、
実数の範囲で因数分解しなさいっていう風に言われてるわけだから、こういうね、複素数含めちゃ当然ダメなんですよ。ここで注目してほしいのが、これ正二十一角形ですね。ということは、このオメガ1とオメガ20っていうものが複素共約になってる。まあ、ここがね、それぞれ複素共約になってるよっていうことが大事なわけですね。こういうふうに対応関係がある。で、これらの複素共約になっているっていうのは、x-ω1、x-ω20。これを展開すると、これはですね、実数係数になるんですね。まあ、x2 乗マイナス、ω1 プラス、ω20x プラス、ω1、ω20 っていうふうにね、展開できるわけですけど、オメガ1たすオメガ20っていうのは複素数の部分が打ち消しちゃうし、オメガ1かけるオメガ20っていうのも1になるわけですね。まあこれ考え方としては、図形的に考えたら実は簡単。ね、ここの部分、シータと、ここの部分ね、まあ360度引くシータっていうものを掛け合わせたら、ね、シータ進んで、さらに360度マイナスシータ進んだら全部でね、360度進むじゃないですか。ってことは1に戻ってくる。ということで、オメガ1かけるオメガ20は1。で、オメガ1たすオメガ20はっていう風に考えたときに、結局、この虚数の部分が打ち消し合うわけだから、実数部分の、これね、この実数部分の X 座標を2倍してあげればいいね。オメガ1で言うと、まあ、1周、まあ、2π なわけだから、2π を21等分したところ。だから、このシータは、21分の 2π なわけだから、その x 座標、すなわち、コサイン21分の 2π。これが、オメガ1の x 座標。ということは、このオメガ1プラスオメガ20はこの2倍になるよね。イコール、x2 乗マイナス2コサイン21分の 2πx プラス1と、こういうふうに計算することができるわけね。同様に、オメガ2とオメガ19に対応する部分で、実数係数が出てくる。オメガ3とオメガ18に対応する部分で実数係数が出てくる。点点点以下略。で、じゃあこれが答えかっていうとそういうことではなくて、もう一点ね。最初に x7 乗マイナス1をかけたわけだから、最終的にここの部分を除いてあげなきゃいけないよね。まあ、このね、x7 乗マイナス1っていうのは、この1から始まって正七角形ね、を形成する点の複素数に対応する部分が答えになるわけだから、この中からね、この21個の点の中から何を除かなきゃいけないかというと、この1の部分は当然除く。で、そっから始まって、2個飛ばしね。2個飛ばしで、こいつ、こいつ、こいつっていうのをどんどん消していかなきゃいけないと。ね。この今のね、緑で×つけたところっていうのが、7乗したら1になるところ。ね。だから結局、x14 乗プラス x7 乗プラス1イコール0。となるところは、このね、青のこの正二十一角形のうち、緑の部分を除いた14個の丸だよっていう風になる。で、それぞれね、考えてあげると、オメガ1とオメガ20に対応する部分はこれ。で、オメガ2とオメガ19に対応する部分は、今度は21分の 4π なんだよね。まあ、そんな感じで、答えを書いていくと、2コサイン21分の 2π プラス1っていうのが一つ。で、次。21分の 4π っていうのが出てきて、その次は、ね、21分の 6π に対応する部分っていうのは、このね、オメガ3とオメガ19で7乗の方に含まれる方ね。だから除くわけね。だから 6π を飛ばして、x2 乗マイナス2コサイン21分の 8π プラス1。で、x2 乗マイナス2コサイン、次は 10π プラス1ね。で、その次の 12π っていうのは1回飛ばすのね。っていうのも7乗の方に含まれてるから。で、x2 乗マイナス2コサイン、次は21分の 14π プラス1。で、次が x2 乗マイナス2コサイン、21分の 16π プラス1。で、次の21分の 18π は飛ばして、最後。x2 乗マイナス2コサイン、21分の 20π プラス1と、これがね、1,2,3,4,5,6,7 ね。2次式が7つで14次式の形になるということがわかるんですね。で、ちなみに、これは完全解答ではなくて、ここね、21分の14って3分の2ですね。だから、ここの部分だけ綺麗にすることができる。ここの部分は、x2 乗プラス x プラス1という風になるわけです。これが答え。ね。まあ、この問題見て、まさかこんな答えになるなんて、誰も想像つかないですね。
因数分解でコサインが出てくるってどういうことっていう感じだと思うんですけど、まあこういうね流れを組んでったらそうならざるを得なかったっていう感じなんですね。でこの問題、最初数件の公式回答は違ったんですよ。数件の公式回答はこの x2 乗プラス x プラス1これでくくっただけ、すなわち答えね、まあ、そのまま書くと x2 乗プラス x プラス1で割ってみましょう。そうするとどうなるかというと、まあ、こういう風になりますよとね。これが最初の想定解だったんですね。でも実はここの部分もっと因数分解できるよねっていう話になって、じゃあそれを詳しくね因数分解していくと、コサインっていうものを使うことによって実数の範囲で因数分解できるということが分かったと。まあね、数研究の、まあ、問題作成者も度肝を抜かれたと思うんですけど、まあ、こういう感じで伝説の問題として語り継がれてるわけです。まさか因数分解の答えがこんな形になるなんてとね、楽しんでもらえた方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。